055型難昇級ミサイル駆逐艦が世界で2番目の実力との記事を見つけ、今回は中国海軍を詳しく見ていきますね。遼寧空母が今まさに発着訓練を太平洋で繰り返していますし、055型駆逐艦の建造数も急ピッチで進んでいます。アメリカ海兵隊にはまだまだ遠く及ばない実力ですが、遼寧だけ稼働していますし、山東空母はポンコツとの話ですよね。復権は動くのかに注目が集まっています。日本も装備を整える最後のチャンスなんですよね。中国海軍の戦力の急拡大といえば、ウクライナから用途を偽って取得して自国で完成させた遼寧や、それに続く国産初の山東など航空母艦を配備、これらを西太平洋方面まで進出させることに成功していることが挙げられる。ただし、これら遼寧や山東はいずれもスキージャンプ方式の初艦を行う形式の艦艇であったが、加えて今年2022年6月には初のカタパルトを装備した復権を進水させるなど、さらなる攻撃力の強化を図ろうとしている。復権までの中国海軍の航空母艦は全て通常動力型であり、アメリカ海軍のような大型の原子力推進の搭載までは実現してはいないが、いずれはそうした形式を搭載する可能性についても懸念されている。まあ、中国海軍の場合、2022年末の現時点では、カタパルトでの射出に対応した戦闘機も開発の途上にあり、航空母艦が本格的な脅威となるのは、そうした艦載機が稼働することが確認された後という状態ではある。そして、航空母艦を戦力化するために必須となるのが、アメリカ海軍が行っているような空母打撃群としての艦隊編成であり、敵の様々な攻撃から航空母艦を守り、その攻撃力を最大化するために組まれる体制である。それらの中では、近年は、ことに、各種のミサイルの長射程化が進んでいるため、自軍の航空母艦に向けて放たれる敵のミサイルを迎撃する意味で、対空兵装を多数装備する駆逐艦や巡洋艦等の役割も比例して増加している。アメリカ海軍であれば、そうした空母打撃群内での役割を、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦が担当しているが、中国海軍でも、この分野に、新たな艦艇の投入を進めている。これこそが、2020年1月に、一番艦の南昇が就役を果たした055型南昇級ミサイル駆逐艦であり、基準排水量で1万トンを超過していると各国では見ており、アメリカ等ではミサイル巡洋艦と見さしている艦艇である。055型南昇級ミサイル駆逐艦は、2020年1月からこの2022年末までのおよそ3年間で、すでに7隻が就役を迎えており、さらに、もう1隻が、2023年中には、戦列に加わるであろう、尋常ではない建造のペースが確認されている。この055型南昇級ミサイル駆逐艦は、基準排水量約1万1000トン、満載排水量約1万3000トン、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの艦隊に、4機のガスタービン機関を備えた小ガグ方式で、最大13億馬力を発揮すると目されている。この強力な機関部によって、055型南昇級ミサイル駆逐艦は、最大速力で32ノットの高速と、巡航時には、およそ1万キロメートル以上に相当する航続距離を誇り、強大な外洋遠征能力を獲得していると考えられている。この数字は、これまでの中国海軍の052型コンアキラ級ミサイル駆逐艦が、
およそ 3000km 以ほどの航続距離だと考えられていたものとは、一線を画す性能であり、空母打撃群としての作戦行動範囲が大きく拡張されたことを意味している。そもそも、055型難小級ミサイル駆逐艦は、現在就役中の世界の海軍の水上戦闘艦の中でも、ロシアのキーロフ級ミサイル巡洋艦、アメリカのズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模であり、今も建造が行われている中では、もちろん最大である。例えば、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦であれば、最終型でも、基準排水量約7242トン、満載排水量1万10トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルであり、1980年代に就役を始めた古い艦艇だけに、そこまで大きくはない。また、アメリカ海軍の主力である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の、現在の最新のバージョンであるフライト 2A でも、満載排水量9648トン、全長 155.30 メートル、全幅 20.10 メートルと、比較すれば、055型難小級ミサイル駆逐艦の大きさが際立つ。こうした艦隊の大きさに比例して、055型難小級ミサイル駆逐艦は、重武装であることも大きな特徴で、VLS、垂直発射艦は、艦首部に64セル、艦隊中央部に48セルの合計112セルの GJB-5860.2006 型を実装している。アメリカ海軍の場合には、最大で、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦が96セル、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦が122セルのマーク41、VLS、垂直発射艦を搭載しているが、その数だけで単純比較はできない。055型難小級ミサイル駆逐艦が実装している GJB-5860.2006 型 VLS、垂直発射艦は、アメリカ海軍のマーク 41VLS、垂直発射艦よりも、1セルあたりの規格が大きく、容量換算では、その 1.6 倍に相当するとも指摘されている。そのため、055型難小級ミサイル駆逐艦は、この GJB-5860.2006 型 VLS、垂直発射艦から、対空兵装の長距離向けの HHQ-9B、中距離向けの HHQ-16B という2種類の迎撃ミサイルを運用することが可能となっており、高い防空能力を持つ。また、追艦兵装としては、この GJB-5860.2006 型 VLS 垂直発射艦から対艦巡航ミサイルで対地攻撃にも使用可能な YJ-18 や対艦弾道弾である YJ-21 も運用することが可能で、対水上戦闘においても、非常に強力な攻撃力を備えている。さらに、GJB-5860.2006 型 VLS、垂直発射艦からは、対地攻撃用の巡航ミサイルとして CJ-10 を搭載可能で、また、水潜水艦戦闘に向けては YU-8 と呼ばれている、水潜ミサイルも運用できるため、高い汎用性を備えていると考えられている。055型難小級ミサイル駆逐艦は、艦尾には、搭載する回転翼機用の飛行甲板を完備しているが、艦の大きさのおかげで、その格納庫スペースも2基分が確保されており、大型機の Z-8 や最新の中型機の Z-20F の艦載も可能と見られている。一時期は、中国海軍は、055型難小級ミサイル駆逐艦を12隻以上を建造する計画ではないかとめされていたが、今建造中の8隻目をもって、一区切りとし、以後は、さらに改良型となる055A型の建造に着手すると考えられている。日本の海上自衛隊では、
最新鋭のマヤ型2隻を含め、このサイズのイージス護衛艦は、全体で8隻しか保有していないが、中国は、055型南昌級ミサイル駆逐艦だけで、すでに、その数に到達しており、今後も差は埋まりそうにもない。中国海軍は、太平洋方面への本格的な進出を可能とするため、今後も空母打撃群を中心とした艦隊の構築を続けることが予期されるが、数の上ではアメリカ海軍すら凌駕したとはいえ、実戦でのそれらの運用は皆無に近い。第二次世界大戦以降、そもそも一定規模以上の海軍艦艇同士が戦闘に及んだことは、イギリスとアルゼンチンによるフォークランド紛争以しか実例がないが、今後もそうした傾向が継続されることは間違いないだろう。故に、日本にとって中国海軍の航空母艦やその空母打撃群を構成する要素である55型南昌級ミサイル駆逐艦が現時点で直接的な最大の脅威となることは想定しづらいが、これらの接近を阻止する兵装の配備は急務であろう。その意味で、現行の12式地対艦誘導弾の能力向上型の早期の配備が望まれるが、防衛費の増額の方向は確定した状況とはいえ、現時点では、2026年頃まで、その実現は厳しく、中国が台湾有事を起こすことを控えてくれるよう願いばかりだ。昨今のロシア・ウクライナ戦争の状況を鑑みて、中国が台湾への軍事力の行使を得策ではないと考えてくれることに期待するしかないのだが、日本国内ではなぜかロシアに肩入れするような言説を流布する人々が後を絶たない。極論を言えば、仮に倫理観や国家主権の問題を抜きにしても、日本の安全保障を考える上では、西側諸国の兵器がロシアのそれを上回ることが必須となるにもかかわらず、行き過ぎた反米感情からロシア擁護をする風潮が散見されることは嘆かわしい。